皆さんこんにちは、運転士の翼です。駅名の由来になった場所を訪れる由来機構、本日の由来機構はこちら、埼玉新都市交通ニューシャトルの鴨宮駅です。かつてこの辺一帯の地名の由来にもなっていた埼玉県の鴨神社からこの駅名が付けられたそうです。それでは頑張って歩いて埼玉県の鴨神社へ行ってみましょう。鴨宮駅の改札を出ましょう。改札は1個だけです。改札を出たらすぐに右側に行きましょう。そうすると大きな大きな通りがありますね。こちら国道17号線中山道です。こちらの中山道をひたすら北上しましょう。結構歩きます。最終的には左側に曲がりますので、今のうちに左側の道、西側の道を進んでいきましょう。こっち側は吉野家さんで、向かい側は唐山さんっていう唐揚げのお店ですね。あーお腹すいた。でも進んでいきます。ラーメン屋さんと酒井引っ越しセンターですね。勉強します引っ越しの酒井、ほんま赤いな、爽快な。これ知ってるかな。お、赤からさんですね。あるんですね、こんなところに赤からさんって言っても入ったことないんですよ。周りの友達みんな辛いの苦手で。あー入ってみてえな。ドラッグセイムスさんに、こっちはアサヒサイクルさんっていう自転車屋さん。あーそろそろ自転車買い替えたいな。青信号を渡りましょう。ドコモショップにカーブス、デニーズ、それからメガネスーパーとファミリーマート。やっぱり国道沿いっていろんなお店ありますね。おっとこの看板、宮原駅 300m、 なんと JR 高崎線の宮原駅なんですね。こっち行くと、鴨宮って随分駅から遠いですね。宮原駅入口っていう交差点ですね。でも駅には行きません。そのまま進んで、おうマジックミラー、そのまま進んでいきましょう。ビッグ A さんですね。家の近所にあんまないからあんまこのお店行かないんですよね。でも意外と安いんですよね。駅から10分15分ほど歩いてきました。やっと見えてきました、とうとう。でもトイレ行きたいってわけじゃなくて、こちらの道です。また目印ありませんけども、こちらの道入っていきましょう。ドラッグストアのウィルシアさんが見えてきました。こちらの道路は渡らずに、右折、方角、北方向に進んでいきましょう。お、鳥居が見えてきました。ウィルシアさんの裏っていう言い方がいいかもしれませんね。さあ到着しました、埼玉県鴨神社です。大きく鴨神社って書いてあります。入り口はこっちですね。石段を1段2段登って左にぐるーんと曲がって、お、出迎えてくれました。ちっちゃめのあーちゃんとうんちゃんです。鳥居が2つありますね。まずは1つ目、石でできた1の鳥居の下で、それから今度は朱色塗られた2の鳥居の下で境内に入っていきましょう。こちらは手水舎です。お水が常にちょろ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 って出ています。あー涼しそう。それから奥に拝殿があります。もう少し拝殿のあたりまで行ってみましょう。拝殿を守っている大きめのあーちゃんとうんちゃんです。
拝殿はそんなに大きくはありませんね。拝殿と本殿のこっち側にはあれは何でしょうね、出汁かな、おみこしかなの車庫があります。そしてこっち、名前がなんだっけ、三峯神社、三宝神社、こっちの神社の鳥居も結構がっしりして朱色朱色してますね。へえ。賀茂神社が創建された年代は不明ですが、1582年あの本能寺の変で織田信長が死去した年にはすでにできていたそうです。江戸時代、参勤交代中の男性が地元石川県へ帰る途中、一緒に移動していた奥さんがなんと産気づいてしまったんです。そんな折、すぐ近くにあった賀茂神社に立ち寄ってお祈りしたところ、なんと陣痛が治り、地元石川県に到着してから奥さんは無事に元気な男の子を産んだそうです。そんな逸話からこちらの賀茂神社は安産祈願の神社として知られています。さあ、今回の由来紀行、皆様いかがでしたでしょうか。賀茂宮駅からは結構歩きますね。これからの涼しい秋の気候にはちょうどいい運動かもしれません。 JR 高崎線の宮原駅、もしくは埼玉新都市交通ニューシャトルの東宮原駅、もしくは金馬駅から歩いていくことができます。皆様もぜひ来てみてはいかがでしょうか。今後とも駅名の由来となった場所へ行きます。どうぞ皆様よろしくお付き合いください。それでは、さよなら。